Going Medieval。 ドアと同化した妖怪を、パートのおばちゃんが除霊したところからスタートです。全開的に瞬間移動で攻略されてしまった、扉を改修工事するであります。射角に気をつけ、扉も増やしたのでこれで様子見です。おそらく私が二の丸と呼んでいる場所も、転移しやすいようなので三の丸も入れないように一部封鎖します。堀を掘るのが一番良い対策とは思われますが、工数がかかりすぎるのでまあいつかってことで、いつか立派なお堀が作れるといいな。こっちでは度重なる戦闘で疲れた、スミソさんとダックンダが反抗しております。今後さらに敵が増えることが予想されますので、ちょっとずつでも改善しなければ、福利厚生も手厚くしてあげなきゃだな。おい、なんかめっちゃ食べ物腐ってるぞ。どういうこと？どうやら転移者に入り口の扉を破壊されていた模様。ほんとあいつらろくなことしねえな。お、みんな頑張って掘ってるな。でもどういう感じにするかまだ考え中。おい。疫病の子孫の襲来来たぞ。敵鋭131名9兵あり。準備期間は7日間あったし、まあなんとかなら。敵三長蛇の列で突っ込んできてるな。では皆の衆、配置につけ。扉一箇所修理するの忘れてるな。てへぇ。まあ構わん、無慈悲なくらいにドアはある。100人来ても、大丈夫。さあ敵さんいっぱい来たぞー。撃って撃って撃ちまくれー。ちょいちょい被弾しちゃってるけど、いいペースで攻撃できてるっぽいな。この調子だー、敵を蹴散らせー。お、扉一枚破壊されたぞ。うむ、何名か下がって城門内の敵を排除せよ。城内の方が前線より安全だ。怪我人優先だ。行けー。なんか敵の数少ないな。最初の勢いはどこに行ったのか。敵三小部隊しか小口に入らないな。まあまだ無理にこちらから攻める必要はない。敵がじれて攻めてくるまで小部隊を借り続けよう。お、じれた敵さんがなだれ込んできたな。皆の衆、撃て撃て撃てー。我らに盾つく愚か者を地獄に送ってやれー。いい感じで敵を排除できてるな。我らの十字砲火に敵なし。いや、弓は柿じゃないぞ。黙らっしゃい。よーし、勝ったどう。敵309名を亡くなりこちら怪我人多数。時間は12時間25分でまあ早めっぽい。深夜残業お疲れ様でした。ご褒美に半休を差し上げましょ。午後からはお片付け頑張ろうな。てか人増えて毎回スケジュール設定し直すのめんどい。諦めろん。そして面倒いお片付けをしながら、ちょこっと回収したりしました。そういえばこの村では年中冬服を着てもらっていて、素材は主に育てた麻で作ってたのですが、年間見てたら麻よりも革の方が HP が高いので、これからは革で統一していきましょ。服も素材でちょっと見た目変わるよな。年中鎧着てるからわからないけど。それに品質が高いとご機嫌も上がるので、いつか全員に最高の冬服を用意してあげたいねー。まあ服飾っ子に頑張ってもらおうぜ。こっちの壁も最近使う機会が多かったので、なんとなく強壁と窓つけてみましょ。これなら敵に9兵いても戦えそうだな。クロスボウ対策はしないから、無駄に怪我しそうだし9兵いたら使わないかも。ただの装飾ー。お、こっちは一斉解体か何か作るのか？そう私はついに思いついたのだ、新たな防衛施設を。マジか、出来上がりを見るのが楽しみだぜ。残念だが見ることはできない、途中で頓挫したからな。ダメじゃねえか。計画性がなかったと反省してます。計画性なくて大工のおっさんとパシリッコが見つめ合っちゃってるな。結構大規模な工事作業になっちゃって、このペースだと完成に何年かかるんだってなって、そんな時に、あ、もうこれでいいじゃんみたいなの思いついちゃって工事は凍結に。なんか土地の立ち退きだけやって作られなかったダムみたいになったんだな。そんなわけで大規模工事始めたら、敵さんやってきた。また来たぜ、再再臨教会、今回も再臨。普段から教会内でまた来たぜ、とかうちはネタしてそうなのが来たな。敵鋭132人9兵なし、お前ら白攻めなめとらん。と、言いつつも仕事終わりの疲れてる時間をちょうど疲れてしまった、ギリギリまで休ませよう。急な襲撃だからこういうの困るよな。てか最近襲撃多すぎん。最初の頃は1季節に1回あるかないかだったのにな。1季節に2回のペースになっとる。ナムアミダブッツ。敵の石膏が来たぞー。
第一部隊配置につけ。外の小口は工事中で、扉ないから素通りだな。敵は歩兵のみ、なんとでもなら？それに内側の小口も長年使ってるから、何気に完成度高くなってるよな。だな。ちゃんと休息は取れたか、第二部隊も配置つけ。小口に飛び込むとは飛んで火にいる夏の虫、叩き潰して差し上げろー。いやこの世界の季節、もう秋の終わりだぜ。ダムラッシャイ。本日2回目のダムラッシャイ、いただきました。あ、敵外の小口の方に行っちゃったな。襲撃のくせに攻めてこないとはこれいかに。踏む小口の前でうろうろしてるな。敵に救兵はいないし数名外の射撃に向かわせよう。かっこ撃破して敵の数を減らせ。今回は救兵いないからいいけど敵が攻めてこないのは面倒だな。まあ最悪おとり作戦や薪の山で敵を誘導もできるし、投石機で一方的にボコってもいいしなんとでもなら。そうか。って、敵さん一気になだれ込んできたぞ。よしみなのもの、右往の衆がアホ面下げて突っ込んでくるぞ、ケチらせえ。疲れが溜まっているものは、先に休んで戦後の処理に備えて英気を養え。変な時間に襲撃されたから限界に近いっぽいな。うわぁ、めっちゃうじゃうじゃしてるー。こうなれば狼の襲撃とさほど変わらん。奴らをスキル経験値にしてやれー。これなら勝てそうだな。さあ撃って撃って撃ちまくれー。たとえ我を滅ぼそうとも、第二第三のサイサイリンが貴様を襲撃するであろう、とか言ってそう。また来たらまた滅ぼすまでよー。って、勝ったどー。敵310名を亡くなりこちら負傷者なし、16時間42分の長期戦となりました。そしてお片付けしながら、残党処理。開拓者のご機嫌結構下がっちゃったな。宗教活動に不満を持ってる方が少しいるので、小さな教会を建てましましょ。大きい建物に祠増やしてもよかったかもな。それはそれ、これはこれ。そしてこちらが結局破壊することになった巨大プロジェクト。その名も、空中回廊。どんな構想だったんだ？背の高い立体歩道橋を、マップ全体に少しずつ拡張していく構想で、お城部分からマップの隅々まで、攻撃しに行ける空中の道を作る感じでした。無論お城からしか回廊には入れないので、敵はお城に攻め込むしか対応策がないと思います。結構強そうじゃね、なんで建築頓挫したんだ？このマップ高低差多いし、背の高い柱いっぱい建てるの思いのほか大変だったので、迎撃するのも城の方が楽だし、それなら薪の山で城まで誘導を特化した方がいいなと。まあ防衛施設さんの次回作にご期待くださいだな。全処します。狼が来たぞー。237匹、虫。夜だもんな。でも狼の襲撃は人の襲撃と同じ扱いなのか、当分襲撃が来なくなるという素敵なイベント。お、少しの平和が約束されたな。そうして手に入れた短い平和の時間を、無駄建造物の作成に使ったー。ダメじゃねえか。そしてちゃんと破壊しました。ここまでがっつり作り始めちゃうと、崩すのが少しもったいなく感じるな。狼が来たぞー。プロジェクト頓挫のストレス解消だー。スキル経験値になれー。犯行の動機、むしゃくしゃしてやった。でもこれで少しの間また平和が約束されました。手に入れた時間で今度は防衛強化ちゃんとしような。あい。そんなわけで外の小口をリフォームしましょ。階段をつけて敵も入りやすい親切設計。うるさい襲撃の声もこれで安心、分厚い壁。そして高さも一段上げて城門からアクセス可能に、こちらには窓と胸壁の装飾を施す予定です。そして城門と呼んでいた、こちらの壁の通路も、狭かったので壊して作り直しましょう。一気に壊して作り直す感じじゃないのな。まあ回収中に敵が来たら困るので。困る、おい。敵営138名救兵あり。大丈夫か？大丈夫だー。敵の進軍速度は速くない。お昼休みを延長する。戦闘に備え待機せよ。そして夕方。皆の衆、敵来たぞー。配置につけー。ずらずらとすごい数の敵さん来やがったな。ベテランのヘルっ子、巨弱っ子、ケモナー、大工のおっさん、4人は外の敵を牽制せよ。
文字通り矢面に立つ任務だ。気をつけろよ。二軍は城門に迫り来る敵を迎撃せよ。こちらにも敵級兵の攻撃が来るだろう。油断するな。まずい、城外の敵が予想以上の猛攻だー。ステルスっこよし救援を射撃せよー。やばい、かつてない猛攻だ。巨弱っこ重傷。死ぬな、巨弱っこ、下がって療養するんだー。おい、大工のおっさんもやばいぞ。大工のおっさん、お前も下がれ。最前線は修羅場と化している。復職っこ、ずるっこ、至急応援に来てくれずるっこ。お前もう怪我したのか。戦闘離脱する負荷で追う前に危険の少ない内壁の防衛へ戻れ。大げさに痛がって危険な場所から遠ざかる。それが彼女の処世術。ずるっこの交代にスミソさん、猫好きのおっさんもサポート頼む。ケモナーもいいのもらっちまったぞ。ケモナー、お前の仇は猫好きのおっさんが取る。安心していけ。城門前に行けってことだよな。まだ死んでないからな。そして猫好きのおっさんが到着。身長187センチの巨体が頼もしいぜ。それにしても敵さん中に入ってこないな。うーむ、押してダメなら引いてみろ。前線部隊、交代して待機いい。お、敵の一部隊が小口突入に行ったっぽいぞ。よし、前線部隊戻ってサイド攻撃せよー。敵部隊は着実に数を減らしている。ケモナーの仇だー。撃て撃て撃てー。いや、ケモナー怪我しただけで死んではいないからな。んじゃ、巨弱っ子に大怪我させた罪だ。敵をぶっ転がせー。勝ったどうー。久々の苦戦だったー。敵315名お亡くなり、こちら怪我人多数、巨弱っ子が重傷。時間は14時間48分。最も勇敢な開拓者は、ヘルッコー。最初から最後まで前線で戦い切った、ヘルッコは真の勇者だー。ふふ、戦闘序盤で撤退した大工のおっさんは、四天王最弱、所詮メッキの勇者よ。ではなんとか勝利できたところで今回はここまで。面白いと思ったら、高評価ボタン押していただけると嬉しいです。とっても励みになります。テンションオン、アッガルー。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。